ジェリコー伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。海軍軍人、ジョン・ラッシュワース・ジェリコーが1925年に、ジョイされたことに始まる。初代ジェリコー伯爵、ジョン・ジェリコー二代ジェリコー伯爵、ジョージ・ジェリコー、その祖ジョン・ラッシュワース・ジェリコーは、第一次世界大戦開戦時の本国、艦隊司令長官や第一海軍卿などの住職を、歴任した。 海軍軍人である。彼は1918年に、オークニー州スカパのジェリコー施策に除された。また、ジェリコーはニュージーランド総督退任後に、ジェリコー伯爵として、登る爵するとともに、合わせて、サウサンプトン州サウサンプトンのブロッカス施爵を、授けられている。ただし、ジェリコー施策位に関してはその除爵時、ジェリコー帝督に5人の娘しかいなかったために、 長女とその男系子孫及び四人の妹にも、その継承を認めるといった特別承継を帯びた内容となっていた。なお、その三年後に帝徳に長男が誕生したことで、ジェリコー伯爵及びブロッカス死爵位は前日の承継条件へと変更された。また、当主の長男は通例ブロッカス死爵を儀礼称号とするが、この爵位は、 初代白のヒーババが14世紀から17世紀まで存在した王室府犬飼い頭を歴任したブロッカスケ出身であったことにちなんで採用されたものであるその子である二大白。ジョージは第二次世界大戦時には軍人として特殊空挺部隊やコールドストリームガーズに所属した後外交官を経て保守党の政治家に転身して王子証書や貴族院院内総務職などを歴任した。 彼は1999年には一大貴族として、ハンプシャー州サウサンプトンにおけるサウサンプトンのゼリコー団尺に除されている。ジョージは、同年のブレア内閣による貴族院法制定以降も、なお議席を貴族院に維持して、2007年死去時には最長老の貴族院議員であった。二大白の後は、その長男が爵位を継承して、現在に至っている。主の 第三代ジェリコー伯爵、パトリック・ジョン・バーナード・ジェリコーは以下の爵位を保持している。法定推定相続人は東大伯の弟であるニコラス・チャールズ・ジョセフ・ジェリコー。大戦勃発に伴い本国艦隊は大西洋艦隊と統合され戦時編成である大艦隊となる。両爵位はいずれも初代伯直系男子を相続人としており、 かつ三尺位ともに連合王国貴族尺位である。ありがとうございます。